りです。すっかり校長先生が板についたみたいですね。だといいのですが。宇宙開発科の卒業生たちがチームのメンバーとして火星に行くそうですね。おめでとうございます。おかげさまで。相変わらず暇です。研究室の方は来年度の予算も人員もまた減らされてしまって、怪獣が最後に現れても7年、 KPU の人員の多くも今は宇宙に出てしまいました。ガッツセレクトの装備も死体児です。副隊長兼操舵手の貝崎沙和です。よろしくね。よくやったわ。初陣にしては上等上等。すぐに今回の任務を分析、改善点を検証します。無事に帰還できたことが最大の成果ですよ。まずは休息を取ってください。よし、じゃあ英気を養うためにご飯でも行きますか。隊長も危なっかしいですよ。仕事にならないって。お前が言い出したんだろ。カナタちゃん、ありがとう。副隊長の意見が通ったんですね。その後先生は TPU を去ってしまった。規定上それができるのは隊長の村越君だけだ。ですから隊長を解放してください。ダメ。私の知見ではあんなに巨大なゴメスは初めてです。危険です。隊長がダメなら副隊長である。驚きました。もう金田君がどうしてもって。